ありがとうございました。始まりました。こっちも。よろしくお願いします。いらっしゃいらっしゃい。いらっしゃいらっしゃい。いらっしゃいらっしゃい。はい。今日魚らしいよ。これ3時間やるんやぞ。3時間。大丈夫か ?3 時間やるからな。今日3時間なんですか ?3 時からじゃない。3時間。3時間やります。いつもはちなみに何時間ぐらいや?いつもも3時間です。いつも3時間。いつも3時間で。じゃあ大丈夫じゃないですか。はい。普段皆さん何時間ですか?イェーイ!イェーイ!パンチール!パンチール!社長!社長が!社長!事件だ!社長が!どうする社の社長がやられた!事件だ!これ大事件ですよ!これボンさん身内の犯行だと思います。あれなんか待ってあれなんかボンさん早いってどうするしたどうしたどうしたどうするしたあれ早い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 オーラメインは多分ボンジュールさんに入れてると思いますよ。おおそういやボンさんに一番都合いいから。でもねボンさんはねできないんですよ。そうなのよ。ポンジュールポンジュール対決しなんで。そう。何それ何それ気になる。それなんだ。カフェテリアのね。ここで開催してよそれ対決。あじゃいいですよ。気になる。何ですか。ポンジュールポンジュールだと思って。ポンジュールポンジュールだと思って。ウェイ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 。ポンジュールだポンジュールでだまして。ウェイ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 。今ので分かりました。はい、もういいです。分かりました。今の何がこっちです。これは勝ちましたね。ポンズ野郎が、ポンズが勝ったの。勝ちですかねこれね。なんで本家が負けろ。ボンさんと一緒にウェポンのところで死体発見です。そうそう。ウェポンなんだ。ウェポン。あ、じゃあ来る途中の道ってこと？来る途中の道のと、そうです。そう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 。チュン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 するところの下のところで発見で、うん、あ、じゃあそこで夏病がチュンチュンされたみたいな。そう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 。チュン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 なんかいやらしいな。ことはこれな。のっちさんとジャイちゃんはエレクトリカルいたよね、タスクでね。無理無理無理。そうっすね。この3人無理だね。しばらくいた。あとポンツさんもいた。そっちから来ました。うん、中汁。伊藤さんのボタンっすか。うん、これ僕が中汁レポートした。うん。え、ドズルさんがレポートしてる？僕レポートした。うんうん。え？どう？社長？社長まさかやりましたね。社長どうした？いやでも僕ねあんまり信じたくないんだけど、うん、僕の目線でオンリーちゃんがチュンチュンしてるように見える。オンリーがチュンチュン見えたんですか。ドズルさんからは現場見たってことですか。現場見ました僕は。あのボンナスったのか。そうそうナスったのがあるんですよね、うん、ワンちゃんねボンナスそうでもでもまさかねドズルさんがさ自分のメンバーのところのお兄さんまだ慣れてない人になするなんて、そんな、そんな鬼畜なことしないでしょ、社長が。確かに。いやいや、するよ。しないよ、そんな。するよ。するよ。信じるか。お兄さん目線の話でも、僕を釣ってもいいけど、オンリーまで釣ってね。僕を釣ってもオンリー。市場感ちょっとわかんない。わかりました。何ですか社長が社長ドズル社どうなっとドズル社どうなっととりあえず社長の社長の遺言だけ遺言はちょっとやっとく。あ、まあそうですね社長の遺言ね。ちなみにオンリーちゃん的にはどうなの。ジライちゃんオンリーちゃんのことも信じたいからさ。あ、まあそうね。いや本当になんか死体が転がってたのちょっと覚えてないぐらい。ほらボンさんあたりと一緒にいたけど、オンリーさんでもオンリーさん誰だと思ってんの。
でも社長じゃないんですか、落ちてる。ええ、今回2人死んだけど、でも社長がやった。そうです、ね、社長が霊界から2人やった。そうなんだ。霊界からキルできるか。呪い殺せるわけないか。呪いで呪いシステム、待って、ちょっと天笠しばらくぶりなんだけど、呪いシステムできた。呪いシステム聞いたことないです。かっこいい、かっこいいな、かっこいい、怖い怖い。あ、オンリーさん早っ、はい、ここまで来るの早くないですか。早っ。え、インポスター早いとかないですよね。あ、大丈夫ですよ。え、あ、よかった、よかった、オンリーさん、オンリーさん、あ、よかった、よかった。今オンリーさんが何て言ったんですか。あ、いえいえ、インポスターがしなかったらいけないなと思って。え、え、つまりあなたなの。なんか言いました、なんか言いましたっけ。あなたなの。あ、で、生きてるの。本当に、え、本当にここ怪しい。ちょっと待って、ちょっと怪しすぎるでしょ、今の。ねえ、あのこっちの中でもう本当に怪しい人2人浮上してて、聞いてもらっていい。じゃあ俺ちょっと怖い話するね。 BGM は、こ、 BGM? 運動会やそれ。 BGM? BGM いる。タツピョンいける。じゃあちょっと怖い話の雰囲気作って。あ、最初の初手脇の時の話です。私はカフェテリアに湧いてアドミに向かったところ、最速でアドミに行ったはずなんですが、すでにそこにオンリーさんがいたんです。そこで私はオンリーさんにこう言いました。なんでこんなに早いんですか。ナツピョン、あと1秒。ナツピョン、オンリーちゃん、ナツピョンさん、あと1秒だよ。インポスター、おい、落ち、落ち、落ちよせ、落ち、はい、続き気になるわ。落ちよせ、落ちよ。あ、ビジムが、すごい、なんでもいけるんや。みんなでカフェテリアに行ったじゃないですか。いや、来ないや。その時、僕は確かに見たんです。中野っちとオンリー、そしてドズル社長。ちょっとずれてる。地雷ちゃんがボタンを押そうとしたその時、犯人を見ました。早くしてくれって。あ、ちょっと言う前に、あなた、地雷ちゃんにオンリーしました。ちょっと待って、ちょっと待って、分からん、分からん、もうこの配分が分からん、この配分は。からね、そうね、ことがあるんすよ。お、どうぞどうぞ、お願いします。あ、え、お願いしますね、音楽が。お願いしてもらおう。やられた地雷ちゃん。え、中野さんの遺言。え、はっちゃん、過剰書き、過剰書き。全員に共通するものがあります。え、なんだ。そして僕が最後に言う言葉はオンリー以上です。何か反論はあるのかい。オンリーさん、大丈夫か。大丈夫。まあまあ大丈夫、大丈夫です。ああ、俺死んだよ。もうこれ発動させたら繋いちゃうから、やめた方がいい、これ発動させんの。ラッシュは言いたいことあんのかよ、ラッシュは。やめろ。ラッシュは、よく考えてください。今まで送られてきたとき、必ず BGM が流れてました。その BGM を弾いていた人は、ナツピョンという名前です。そうです。僕がいなければ、もうこの船で人はいなくなる。そういうことだと思うんです。絶対に釣るな。僕、さよなら。どんどんいなくなる。
くなっちゃうのクルーがこれ大丈夫かこれクルーがどうこれやばいですよ2残ってるぞこれすげえ流れだとおい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 オラフ君が怪しい場所にいる。おお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 おやばなやばおおぽはジラちゃんちょっとちょっと下に行ってくださいジラちゃんちょっと下に行ってくださいこれ多分向こうが見えるんかな見えるんかなダメだよダメだ中野さん何何向こう向こう側に見えるかなと思って何がストップ入ったストップ入ったまずいですよポンズポはダメですポはダメですよドキさんは、ね、中野チートねチトンでチトンでポンズのポはダメです絶対ダメですあいたいたいたちょジライちゃんとポンズちょっと来てジライちゃんポンズ来てジライちゃんポンズ来てちょっと一回ダメだ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 あ、そうだった、そうだった、社長が、社長が死んでんだよアドミンの下りの時って、社長いましたっけいや、社長は必死にあのポーをドに変えてましたよ社長はね、社長は入ってた、多分社長は、社長は入ってた選手にポーを守ってました、やってました、やってました、あすごいやっぱり社長だから社長です社長だ守ってた守ってたちゃんとしてたな守ってたでも社長のこの長いっていう字も使ってほしかったなおい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 あっ、なってる。届かない。おい、何してるんですか、僕が別にここにいるだけじゃないですか、おっさんが来たんじゃないですか、ねえ。シルクさん、もっと右行かないと。シルクさん、もうちょっと、もうちょっと右行きません。ポーズ。やべ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 。やべやべやべ。おい、これやってて負けたら終わりだぞ、本当に。終わりだこれやって終わったらもう負けたら終わりだずっと待ってたら負けちゃった本当に皆さん申し訳ございませんでした